はい、水曜水曜中華ナビラユンタンジャ出番ですよの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、12月の30日月曜日、旧暦のうちなぐみでは11月の28日のトイビン。はい、いやーちょっと暖かくなった、晦日の日なんですけど、皆さんいかがお過ごしなんでしょうけれどね、なんでしょうかですね。はい、先ほどね11時の天気予報を拝見しますと、日中の最高気温18度、まあそれでも冷たい感じはするんですけれども、ただね、風は北風なんですけどもね、ちょっと私先ほどザキミグスクの方に上がってきましたら、風がそんなになかったのでね、それほど寒いという、体感はなかったですね。海上です。波の高さは 1.5 メートル、うねりを伴うということでございます。ね、波がこれぐらいですから、そんなに風がないというイメージをするんじゃないかなと思いますよね。降水確率もこの後 20%、 明日もですね31日は、曇り、夕方から晴れとなってますよね。北の風ではありますけども、波の高さも海上も 1.5 メートルと今日と変わらず、明後日も曇りという感じですから、晴れ時々曇り、もしかすると、大晦日の明日は暖かく、そして、1日もですね、晴れ時々曇りということですから、素敵なね朝日を望めることもあるのではないかなと思ったりもしますね。しかし朝の最低気温は15度ということでございますので、まだまだ寒い日が続きますけれども、体を気をつけてお過ごしになられて、素敵な、またね日々をお過ごしいただきたいというふうに思います。それではインターンジャーデバンです。今日も1時間お付き合いください。お相手は中曽根智春です。愛しくうにげえさびろ。さあ、12月の30日、晦日ということでございまして。そして、実はプライベートのことをお話しさせていただきますと、昨日12月29日は私の誕生日でございまして、Facebook やいろんなメールとかでもですね、多くの皆さん方からメッセージをいただきまして、本当にありがとうございます。この場をお借りしまして、というか、もう借りるわけでもありませんけどもね、お礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。48という年になりましてですね、まあ、エフェルタンで、過ごしてきました5カ年間、本当にこう大きくこう私の人生も転換したという感じでありますけれどもね、これまでの経験した、こと、生かしながらこの仕事にも入っているわけなんですけれども、まあそれ以上にね、ある方からメッセージをいただきまして、誕生日なので、ご両親に何かプレゼントにしてみてはいかがですかっていうことでね、ございまして、早速私昨日、両親にですね、ダウンを買ってプレゼントしましてですね。まあ、一番安かったやつなんですけどね。はい。でもね、本当にこう、直接は渡すことはできなかったんですけどもね。まあ、いずれにしても48年間元気に、同じ屋根の下で過ごすことができて、ね、両親も元気でありましてですね。また大きいばあちゃんも元気でありまして、本当に家族が元気であるということに、感謝した、一日でもありましたね。そして、夜はですね、我々の友人であります同級生へ、7階のメンバ ー集まりましてですね、たまたま友人が大和から帰ってきたということで集まったわけなんですが、はい、それであってもですね、私の誕生日もやっていただきまして、本当にありがたいです。友達がいるってのはいいことですよね。皆さんも素敵な、この師走の中、忙しいさなかではありますけども、私もいい日を過ごすことができましたのでね、皆さんにもお裾分けをしながらこのメッセージも伝えていきたいと思います。さあ、そして、この放送ユンタンジャ出番ですよは、まあ、明日も通常まで、年内やっていきますので、どうぞ一つよろしくお願いをしたいと思います。それでは今日はですね、なかなかこう、日頃お迎えすることができない、方々ではありますけども、方々というよりも方になってしまったという感じですけどもね。はい、前回にもねご紹介させていただきましたけども、さあこの曲で、お迎えしたいなと思っております。
さあ今日のゲストこの方でございます。自己紹介してもらいましょうか。はい、皆さんこんにちは。ガラガラですね。私読谷高校野球部 OB の、千葉夏友と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。千葉さん、はい、番組出演初めてかな。初めてですね。初めて。すいません、緊張して。緊張マックスですね。もうね、実は今日ね、まあ、野球部 OB 会でありますね、はい、中曽根智也さん、はい、我々の大先輩なんですけどもね、はい、智也さんと番組出演の約束をしてたんですけども。そうです、はい。でじゃあ一人だったら大変だから誰か連れてくるよってね、はい、あ、そう、ぜひね、あの1時間ありますからいろんな方ご紹介してくださいよということで、お招き待っておりましたら、はい、先ほど直前に来られて、はい、じゃああと頼むなって書いて。まさかのですね。俺咳出るから。病院ってこうなってること。まあね、大事ですから一応体が一番ね、放送よりも。すごい、はい、あのシージャパワーっていうか、まあ、結構お互いそれで生きてきたわけですからね。はい、まあ絶対ですからね。絶対ですからね。はい、友也さん本当にありがとうございます。今頃こう病院に向かいながらこのラジオ聞いてるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、はい、本当に帰ったんですね。はい、本当に あなたさっき振り向き寄ったよね、はい、いるかどうか。はい、でもいないと。はい、というわけでございまして今日はですね、読谷高校野球部 OB 会、お招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、バックで流れておりますのはですね、この栄冠は君に輝く、はい、この曲を聴くともうムサムサしてこない。もう、ね、野球やってる人だったら、うん、やっぱりね。そうですね、だよね。もうあの友也さんをですね、先輩をこう番組にお招きした時もこの曲かけると、はいはい、おーってね、やっぱ表情が変わるんですよね。いいですよね、あれが好きだな俺。はい、やっぱ野球マンって感じがしてね。はい、まあ今日もですね、まあ、この、12月の晦日の日にっていう、特に今日ってわけじゃないんだけど、はい、年内にどうしてもやりたかった、はい、うん、実はこの番組にも、あれはね9月だったかな、番組にあの中曽根智也さん、はい、お招きしてですね、はい、野球部 OB 会が、今度なんていうのあれ、マスターズ甲子園、はいはい、それに出演するっていうことを聞いてですね、はい、ぜひ番組でも PR してほしいなと、はい、なぜかというとやっぱりこう野球部 OB 会はこれまで毎年ですね、はい、いくつとなくご出演をいただいてるんですよ。あ、そうなんです。はい、そこでなんか正月だったかな、はい、正月になんかやってるでしょ。そうそう、1月3日に3日だったっけ、毎年 OB 大会やります、ね、はい、それ OB やるということで、まあ最初の時だったかな、ゴルフ大会と野球大会を両方やるって言って、はいはい、そうですね、その PR で来ていただいたものがきっかけで、はい、もう富谷さんにはそれからもうこれだけのね、やっぱり野球ファンもいらっしゃるし、はい、甲子園ファン、はい、読谷高校の OB の皆さん方、はい、にとってはやっぱり野球部としては我らが読谷野球部は誇れる Y マーク、はい、ああ、はい、心です。YHS そうなんですよ。ラジオっきの皆さん方にはちょっと見えないかもしれませんけど、ちょっと見えないで絶対見えないんですけども、ネットをご覧の皆さん方にはぜひね、見ていただきたいと。はい、読谷野球部のこれちょっと似てるよね。これもう全く同じなんですけど、うん、ここにどこが違う、沖縄のマークが入ってるのと、ここに後ろに、マスターズ甲子園2013、ちょっと喋らなくていいから振り向いて、はいはい。ああ、マスターズベースボール2013って書かれてますね。はい。32番という背番号もありがとうございます。はい。はい、いや、このマスターズ甲子園2013に出場した時のユニフォーム、はい。そうです。で、これが帽子ですね、また。お、かっこいい。OB 用のちょっと、甲子園の。なるほど。土で汚れてますけど。ああ、いいね。甲子園の土で汚れてるっていうところがかっこいい。BB ということで。おー。指弾 OB。へえ、すごいね。そしてね、これが、はい、その時に、マスターズ甲子園2013出場記念ということでございましてね、はい、第1回沖縄県高校野球 OB クラブ連合沖縄県大会優勝、そして第10回全国高校野球 OB クラブ連合秋の甲子園出場と、はい、もう皆さんご協力いただきましたね。たくさんご寄付もいただいたって、はい、もうおかげさまでありがとうございます。そのお礼もね、富山先輩やっていと、はい、ラジオで、そうですね、うん、本当に多くの方に支援していただいたので、はい、ね、はい、30年前の悔し涙は30年後の嬉し涙になった。もうかっこいいでしょ、この中曽根智也、このフレーズは
最高ですね。かっこいいフレーズも全部トモヤさんがねこれ本当やってますけど、これね実は今タオルをね広げて、あのハンドタオルをね、はい、記念タオルをね私あの広げて今ラジオでお話してるんですけれども、効果ものってやってますね、効果ね、はい、流れを清き膝顔のそう歌いましたこれ歌いました甲子園で歌ったそうか、はい、素晴らしいですね。さあこのですね、お話を今日はねやっていきたいと思っていますので、はい、今日は千葉なつもさんお招きしてお話を伺っていきたいと思います、はい、まあ、マスターズ甲子園2013、はい、ね、これいつ行われたんですか。これはですね、去った11月の16、はい、17日に行われました、うん、はい、11月16、17日、はい、ね、これまずあの行くきっかけっていうか、はい、マスターズ甲子園自体はこれまでも幾度となかったんですよね。第何回なんですか。マスターズ甲子園自体は10回ですね、うん、あ、今度10年10回目ということで、うん、記念大会でもあったんですけど。そうなんだ、はい、へえ、じゃあ、千原さんなんかもこのマスターズ甲子園というのがあるということは知ってたの。全然知らません。あ、知らなかった。あ、中瀬智也さんが帰ってきて、うん、あ、で長崎にいたんだよね、智也さんね、はいはい、うん、で智也さんもあの金田の先輩ですね、金城さん、うん、という方からこういったのがあるよということを聞いてという、はいはい、うんうん、で沖縄で単独開催になったのは今度初めてですね。単独開催というと、あ、予選会、予選ですね。あ、8校揃わないと予選ができないという仕組みだそうです。あ、なるほどね、はい、じゃあ今回が初めてその8校揃っての予選を作って、はいはい、まさにこの代表で、そうですね、甲子園に行ったと。でその前はあの連合チームということで、あ、先ほど書かれてましたね、那覇高校さんとか北谷高校さんの OB の方々と我ら読谷高校の先輩方、うん、何名かでも連合チームを作って、なるほど、一回出たということで、うん、それが先ほど、一番最初に紹介しました沖縄県高校野球 OB クラブ連合会という、はいはい、連合ということで沖縄県大会に優勝したということですよね。そうですね、今回は、はい、でこの第10回目を経て、全国高校野球 OB クラブ連合秋の甲子園出場、はい、秋ですね、秋の甲子園、秋の甲子園ってないからね、しっかりいいよね、はい、そうですね。なるほどね、それがまあ第10回行われてたということで、はい、今回まさにこう代表校として、はい、まあ、読谷高校帯会が優勝、県優勝して、はい、名作甲子園の土を踏むことになったと。出場です、もう、あ、素晴らしい、甲子園ボーイです、甲子園ボーイ。ボーイって言えるの30年前の悔しさ。いやいや、もうね、誰も言わないの、自分で言ってます、はい、甲子園ボーイ仲間入りということで。そうですよね、でもね、まあ、これだけ沖縄県内においてもその高校野球をやっている人たちっていうのはもう本当にもう星の数ほどいらっしゃると思いますけどもね、はい、これまでの中で、はい、甲子園の土を踏んだっていうのは少ないわけですからね。ですね、甲子園ボーイと言いたくなるよね。甲子園ボーイ、もう胸を張って、ね、胸を張って、はい、言わせていただきます。はい、さあ、今日はですね、読谷高校野球部 OB 会ということで、千葉なつもさんをお招きしてお話を伺っています。千葉さんは、第読谷高校50期生と50期生です、はい、はい、いうことでございましてね、マスターズ甲子園2013の出場内容などをですね、どんなもんだったのかということを CM からお話伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いしたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。さあ、お送りしておりますユンタンジャー出番でしょう。今日はですね、なんとも楽しい甲子園、マスターズ甲子園ということでね、面白いお話聞けそうですので、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。一旦コマーシャルです。
さあお送りしておりますインタンジャー出番ですよ。今日は、みそか12月30日になりますけれども、今年のうちにこれはやっておきたいということでございまして、ユミタン高校、我らが誇るユミタン高校なんですけどもね、その野球部の OB クラブ連合の皆さん方がですね、今回マスターズ甲子園秋の甲子園に出場ということでございまして、今日はですねその50期生であります、千葉なつむさんをお招きしてお話を伺っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、千葉さん、はい、まあ、このマスターズ甲子園、はい、まあ、今回その中曽根智也先輩がまあ中瀬から帰ってきて、はい、こんなのがあるよということで、ユミタン高校野球OBもぜひ出ようやということで、はい、まあ、いろいろとこう県内でも試行錯誤しながら、はい、なんとか今年8校の予選大会を作ることができて、はい、この予選校では何校が出場された、あのどこの学校が出場されたんですか。今回ですね、小座高校、ね、小座高校 OB ですね、中部農林 OB、うん、で那覇高校 OB、 那覇で富城高校 OB、はい、で私たち読谷高校、うん、で茶谷高校 OB、うんうんうん、牛川商業 OB、はい、で江南高校 OB ですね。はいはいはい、もう読谷高校を含めて名門野球部 OB 会、もう名だたるね名だたるね、出たね。その中で、はい、まずこの予選大会っていうのはいつ行われたんですか。予選が5月の26日と6月2日ですね、うんうん、あ6月2日、ね、あの嘉手納球場の方でやりました。なるほどね。あ、こういうの僕なんか中継とかやったら最高だったかもしれない。もうね、かっこいいところ、かっこよかったですよね。おっちゃんなんか大丈夫だった。もうはしゃぎまくってました。はしゃぎまくってあ、そうなんだ。はい。まあ、後ほどですね、また30分明けには、マスターズ甲子園そのもののお話を伺いたいんですけれども、はい、まず、このマスターズ甲子園に、まあ、出場しようという話は、まあ、いつぐらいから振り返ると、話がにわかに出てきたんですか、そのきっかけっていうのは。私の記憶では、5年ほど前から、うんうん、こういったのがあるから、はい、やっちゃおうぜ。なるほど。おめえら出てみねえかということは、先輩方から。皆さんのね、あ、右向け右の指令が出ましてで、これを機にいろいろこう各年代の OB の、うんうん、また名簿とか作って、はいはいはい、代表者などを決めて、ね、でそういったのを元にまた集結しようということで、うん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 、結構協力的にみんな、うん、取り組んでます、ね。まあ、野球はね、各年で、はい、各学年で結束力は強いでしょ。やっぱりそうですね。同級生なんか例えば50期生である千葉さんなんかの同じ同年の野球部メンバーは、はい、もう、ね、2、3名だけですねもうちょっと派手に行きたかったね。あ、そうですね、20名くらい学習ですよみたいなもう協力は呼びかけてるんですけど、まあまあいろいろね、家庭事情もありますからね。そうそうそう、それはそうですよね。まあでもそういうね、各期でも去年一昨年でしたかね、その野球部が集まった時、はい、正月に、はい、ゴルフ大会もやりながら、はいはい、あの時はもう何百名だったんでしょ。そうですね、皆さん方一期生から、はい、ね、あ、ザンパグルジョーの2回、うん、そうそうそう、2回でね、貸し切ってやりました、うん、あれ相当なメンバー集まったって言ってね。そうですね、まあ、その時ぐらいはもうかなりじゃマスターズ意識して、もう平行で、はい、あ、なるほどね、もう予選型出るぞということで、じゃあでもあれですか、他の学校の OB 会とかは、はい、こんなして読谷高校みたいに盛り上がってなかったのかな。マスターズ出ようとかやっぱ知らなかったから、うちが一番でしたね盛り上がりは。なるほど、やっぱそういう意味では意気込みが全然違ったんだね。そうですね、もう、まあ、そういうことであれば優勝する価値はあり、もう絶対他の OB には負けられない。負けないです盛り上がりが違いますよね、読谷高校の。あ、なるほど、結構あれだね、 OB になってもやっぱり読谷高っていう Y チームを率いるっていう思いは強かったんだ。そうそうですね、ベニーも騙しなるほどメニーも、カデナ、あ、山田もね、連合ですね。そうだよね、はい、そうなんだよね。読谷高校野球部っていうと本当に読谷村の方々のみならず、お寺のカデナ町ももちろんだし、はい、女村の方々もね、はい、多いわけですから、はい、そういうメンバーが集まってこういうマスターズ甲子園に出ようということで頑張ってきたということなんですけどもね、はい、まあ、それまでにはでもいろいろとね、その大会に出るためにもメンバーも集めなきゃいけない、はいはい、それから
こういうねユニフォームをまた作らなきゃいけない、はいはい、もちろん弓山高校の野球部の時の時代のユニフォームなんかもう着れないでしょうからね。そうですね、もうだからもう着たらねちょっと変わった人かなっていうふうになるのでねパンパンでみたいな。そうそうそう、あ、そうですね、ありましたしね、2ランクぐらいサイズ上がってますから。でも千葉さんなんかまだいいですよね。一期生からするっていうと、はい、もう何年前、一期生って何年ぐらい前なんですか。うん、今回出演私、今い一番今何期なんだろうね弓山高校って。私が50期なので今60、70ぐらいなのかな。そうですね、詳しいことは知らないけどね。なるほどですけど、はあ、なるほど ね。そんなメンバーで今回このマスターズ甲子園というものに出場するということでございまして、はい、野球 OB 会も、資金活動などもね、はい、やりながら、はい、OB 会先ほどちらっとお話しされてましたけど、多くの方々からまたご寄付とかもご寄贈とかもいただいたということで、はいはい、うん、もうそのお礼もねぜひ皆さんもね、この放送を借りて、まあ、やれることができたらということでね、今回も出演いただいたわけなんですけども、はいはい、さて、どれくらいの皆さん方が今回マスターズ甲子園に行かれたんですか。ですね、人数的に、うん、およそ でベンチ入りが50名なんですね。ベンチ入りで50名もいるの。はい、あの50名 OK なので、うん、で ご家族さんとか合わせたら60、70、80ぐらい行ったんじゃないかなと。そうなんだ、応援団も結構いたんだじゃん。いました、いました、もう、もう。なるほどね。地元のこの沖縄、うん、僕の後輩とかも応援に来てくれて。うん、あ、なるほど。大阪で、はい、兵庫で、はい。あー、なるほどね。じゃあ本当に、甲子園出場っていう感じ？もう、甲子園です、甲子園。秋の甲子園ですから。ごめんごめん、甲子園だよね。そうですよ。本当とかじゃなくて本当なんだよね。本当ですよ、本当です。なんかにわかに信じられない感じもあるんだけど、まんまの甲子園、まんまの甲子園で、あ、なるほど。でも、まあ、この予選で、それぞれ例えばちょっと予選の話を伺いたいんですけども、はいはい、このまあ80名近くね行くことになったっていうきっかけは当然予選で優勝しないといけないわけですからね、はいはい、その5月6月に行われた大会では、結果をちょっと教えてもらいたいんですけど、第1試合ぐらいから待ってました、待ってましたよこれ、はい、まず第1試合が、はい、第1試合北谷高校 OB ですね、うん、はいはいはい、結果、うん、12-2、おい、圧勝です。圧勝、定義すごいね、やっちゃいました。私は出てないんですけど、ね、あれ私はあの、うん、ベンチでサイン出したり、あ、サイン出したり、あ、あの、うん、雑用でした。あ、雑用な、あ、サイン出すとか監督とかじゃないの。あの、一応若い方の監督で、若い方の監督で、あ、なるほど。仕組みがですね、うん、マスターズ甲子園っていうのがあって、はいはい、仕組みがあってですね、普通野球というのは1回から9回まで同じメンバーが出場するんですけど、マスターズなので、うん、おっちゃんの、ね、野球なので1回から、うん、3回までですねは35歳以下が出る。ああ、なるほど。へえ、うんうん、しかもピッチャーは、2イニングのみ、うん、あ、なるほど、投げれる。あ、どんどんいろんな方にじゃあ参加できるような感じなんだ。そうそうそう、はいはい、っていうよりも手芸持たないんだね。まあまあ、おっちゃんですので、ね、おっちゃんっていうのもし、あと、ちょっとおっちゃんでもズバ抜けたおっちゃんがいたら、困るじゃないですか。あ、なるほど、なるほど。そういったあの、2人まで。あ、なるほどね。で、4回からは ?4 回からはもう、35歳から上の方が出れるというような。なるほどね。で、9回までやるんだ。時間ですね。おうおう、2時間。あ、2時間。あ、時間決まってるんだ。はい。はい、来たよ。なんか今日、スタジオが、楽しくなってきましたよ。はい。ああ、どうぞどうぞ。はい。なんか今日、応援団が逆に来まして、はい。じゃあ、マイクのセッティングをちょっとスタッフにやってる間。待ってました、待ってました。はい、千代さん、その間ちょっと、はい、あれ続けておきましょうか。続きまして。で、2回戦が。2回戦。うん。春夏連覇の、興南高校です、はい。おりきました。興南高校日、もう人数も多くて、はい、私たちも多かったんですね、40名くらいいたんですけど、あっちも。予選でも。うん。しかもあっちも興南高校さんはユニフォームも揃えて、はい、うん、もうこれぞ興南というようなオーラを出してきました。あ、なるほどね。準決勝です、準決勝、はい、これは興南高校とはどんなテストは、びっくりしないでください、驚かないでください、うん、15対0です。めっちゃすごい、何ここ、これ完封勝利です。すごいね、あの興南を、興南ね、やっちゃいました、やっちゃいました、あのオレンジ色のストッキングやっちゃいましたよ。もう屈辱は果たすわ。もうね。悔し涙が
もう喜びの涙になるぐらい、はい、ああなるほどね、すごい15対0は本当に熱そうですね。紹介です、紹介もやっちゃいました。これでも8チームですか、8チームですということは、もうこれが次が決勝ですね。決勝戦です、はい、決勝進出だ。もう甲子園が目の前だって感じ。もう決まったかなと思っちゃいましたね。こうなんで勝った、こうなんで勝った時点で、あと1試合あったんだっていうようなね。ああそう、ということは対する決勝ではどこが上がってきたんですか。決勝は伝統の小座高校 OB、うん、ああまあ小座もね、当時からするとね、あの緑の小座、ベスト4メンバー緑の小座 KOZA ですね。そしてその決勝での戦いぶりはどんどんでした。もちろん勝ったのは分かってますよ。ああ勝ってます、勝ったのは分かってます。うん、9対6、9対6危なかったです、危なかったね。意外にも小座で一時同点ね、うん、5回で同点になって、あはい、これちょっとやばいんじゃないのっていう。35歳以上の皆さん方、じゃあ頑張らんといけないと。もうそうそうそう。先輩方に託す。先輩方に託す。あー、なるほどね。そこで、9対 6? 9対6です。じゃあ、もうあれですね。もう、ここで、本当に最後の踏ん張りどころみたいな感じ。踏ん張りどころで、松田和信さんですね。はいはいはい。ヒットエンドランを決めて、うん、その後、託し先輩ですね。あ、託先輩。タク先輩を引き落ちまして、はいはいはい、なるほど、勝ち越しです。あーそうですか、なるほどね、そのメンバーで、まあ、優勝を勝ち取ったと。勝ちました。そして沖縄県代表、はい、秋の甲子園いただきました。あまり聞かないですよね、秋の甲子園って何なんだみたいな思ってるかもしれませんけど、ね、はい、いやでもそれもう初出場が読谷高校だということで我々も嬉しい限りですよ、はい、ありがとうございます。さあ、そんなわけでございまして、読谷高校野球部 OB がですね、秋の甲子園初出場ということでございまして、ね、11月に行ってきたと、はい、さあ、後半にはですね、この30分の CM 明けには、そのマスターズ甲子園の、ね、いよいよ甲子園球場でのお話を伺っていきたいと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてこの後応援に駆けつけて今スタジオ入りしました、皆さん方がいらっしゃいますので、そちらの紹介もですねやっていきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。いくつになっても甲子園は甲子園だ。マスターズ甲子園2013、11月16日17日の土日に開催されました。もちろんあの、永遠のね夢であります甲子園球場での開催で10回大会だったということでございますのでね、野球部 OB の皆さん方にとっては誇れるものじゃないかなと思ったりもいたします。沖縄県全県民の願いだった、OB が出場したということはね。コマーシャルです。お送りしております。ユンタンジャー出番ですよ。
今日はね、マスターズ甲子園ということでね、もうここがなんか本当にグランドであってほしいぐらいの気持ちでありますけれどもね、バックでお届けしておりますのはね、もう甲子園メドレーをね、お届けしてるわけなんですけども、さあそれでは、早速ですけれども、ちょっと応援に駆けつけた方先にご紹介したいなと思います。この方でございます。はい、読谷高校 OB 事務局長をしております島袋夏次です。よろしくお願いします。ミスターキャプテン。はい。ナスさんは何期生？ですね、うん、自分は43期になりますかね。43期。はい。あー、なるほどね。はい。43期、いくつですか？ですね、今年40になります。40になりますわ。はい。あー。こうやって、こう、43期、50期、俺が何期だか、全然ちょっとわからない。あ、でも待ってよ、40歳で43期っていうことは、はい、俺が48だから今、はい、8年前だから、35期生ぐらいかな。35じゃないですか。俺なんかはな。35期生、はい。そうだね。タクシー安一郎先輩。安一郎先輩。はい、これ何期生ね。は30。また33期。じゃあまた34期だ。はい。トモヤさんが33期なんで。あ、はい、そうだな。じゃあ、OKOK。じゃあ、今、ユミタン高校 OB が3名揃ったっていう感じ、ね、で、ね。野球部ではないけどよ、俺。大丈夫です。はい、というわけでございましてね、はい、島君、那智さん。那智さんは、その、実は、甲子園、そうですね。行ったんだよね。はい。本物です、本物の甲子園ボーイです。なんで小さくなるの？さっきまで甲子園ボーイって超良かったけど。そうですね。そうなんだよね。はい、43期、はい、ちょうどあの年は、ですね、うん、17、もう22年前。昭和？ですね。平成4年になりますね。平成4年の時か。はい。そっか。その時に読谷高校甲子園出場。はい。でね。うん、あの時キャプテン。そうです。あ、すごい。ショートストップ。ね、時代で言うと、松井秀喜世代。マジですか？かっこいい。それだけが自慢です。共にあの甲子園で。そうですね。はあ、すごい。もしかしたら戦うこともあったかもしれないね。そうです。うまくいけば、うん、ベスト8に当たる予定ではありました。本当？予定はですね。予定は。はい。その時は、結果は1回戦でですね、うん、11対18。歴史的。記録残ってました、はい。最近まで。最近まで。最近まで？あ、去年このスコアかぐらいに、なんか、塗り替えられたんだよね。そうですね。これね。スコア自体はもう早い時期に変えられたんですけど、二塁打、三塁打、はい、両チーム、10本ですか、二塁打が。あ、そう。はい。そうか。まあ、気力のある試合でもあったということでね。でちょうどその頃、私も元のね、会社、旅行会社にいまして。あ、そうですね。はい、私も、あそこ、大阪の方に。はい。11日間ぐらいでしたから、はい、缶詰でしたからね、10日間ぐらい。そうですね。伸び伸びだったんですよ、ね、雨が雨で、はい、延期になって、まず開会式が延期、はい、でその次の日の第一試合も延期ということでね、はい、そうでしたね。伸び伸びでしたもんね、はい、あ、そして試合の時に開会式ですね、ストになってしまってスト、はい、だっただった、はい、スト、はい、国鉄かなんかのストでね、初めてのストで甲子園前に泊まる予定の電車が2キロ3キロ先で止まって、そうそう、施設のストでね、開会式まで球場まで走っていったと、ね、はい、そうそう、応援団も走って、そう、選手も走って、開会式を見れなかった応援団もたくさんいたと、うん、本当本当、まあそうです、あ、そうなんですね、甲子園出場記念、うん、実は今日あのステッカーを持ってきていただいて、ま、昔 の、 あのこれメガホンにね貼ったあのトラベル翼の、そうです ね、当時1万個作っていたメガホン、メガホン、はい、1990年3月26日日付まで入ってます、はい、いい記念になりますよ、この間、そうですね、この間米山スポーツさんの方から電話かかってきてですね、うん、もう年末で掃除がしたいと、うん、20年余り以上前からこれ処分に困っていたとプレミアですよ、このステッカーが超プレミア、はい、だいぶ数が出てきたからということですね、いただいて、そうなんだ、はい、第64回選抜高校野球大会沖縄県代表読谷高校、はい、甲子園出場、すごい。このステッカー欲しいという方はぜひ、FM タムで、はい、そうですね、野球部 OB 事務局まで連絡いただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、お願いします。はい、懐かしい、超懐かしいね、これ。はい。メガホンね、あの時、バンネ配ってたからね。はい、はあ、でも1回戦で負けてしまった、ね。そうですね。帰ってきたら寄付金泥棒と呼ばれて。
心の狭い思いしましたけど。いやでもね、はい、それがまたね、野球 OB ということで今回、マスターズ甲子園ね、出場ということになりまして、先ほどはね予選の話などを千葉さんともやっていたわけなんですけども、なんか今日ここに番組に出る予定ではなかったんですよね。そうですね、実は中曽根さんから声かけられてですね、トメさんから、はい、うん、またもう忙しくて、うん、できないと断っていたんですけれども、はいはい、今ラジオを聞いてたらですね、うん、はい、逃亡したということを聞きまして、それはたまらんということでですね、はいはい、後輩を一人生かすわけにはいかんということで、あ、さすが事務局長の島袋が今ミスターミスターですね、事務局、はい、帯か事務局、仕事もうっちゃん投げて来ました。友谷さん、どこで聞いてますか。もう聞いてないんじゃないか、病院行ってないから。夏井さんが来られてること知ってないかもしれないね。そうですね、はい、まあ、あとでユーストリームでも見ていただきたいと思いますけどもね、はい、はい、ということでこの放送は地上波 FM78.6MHz そしてインターネットの映像を交えながらお届けしております。ぜひね、映像をユーストリームでも見ていただきたいと思います。さあ、事務局の方からもまたお礼もやっぱりオフィシャルで1回お入れときましょうか。はい、うん、そうですね、今回のマスターズ甲子園出場に、うん、当たりまして、うん、地域の皆様からですね、うん、たくさんのご協力、そしてご寄付をいただきました、はい、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、これですね、はい、今回ですね、うん、予算の方から、うん、地域の恩納村中学校、はい、嘉手納読谷のですね、うん、小学校中学校のですね、少年野球またソフトボールの方にですね、はい、ボールの基礎をしようかと委員会の方でも話が決定しております。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。地域の皆さん方のために、はい、はい、ね、でもぜひまたこれはあれですか、マスターズ甲子園って毎年やっぱりあるんですよ、秋の大会は。そうですね、うん、毎年甲子園の方で行われてはいるんですけれども、うんうん、沖縄の枠がなくてですね、あ、次は2年後、来年、再来年には沖縄枠があります。あ、なるほど、はい、あ、そういうになってるわけだ、はい、じゃあまたぜひ2年後には3年に一度のまた行きたいイベントで。でもあれだよね、ちょっと読谷高校はもうあれじゃない、また行きたいと思う、てか他の高校とか行ってもらう。そうですね、できれば、ね、みんなに同じ体験をさせてあげたいではあるんですけ ど、ね、けどやっぱり人間欲が出まして一度でいい甲子園一回行ってみたらまた行きたくなる。そう、ね、なるぞ。それがですね、うそ、はい、もう満足じゃないわけ、一回行ったからみたいな。それでもちょっと遠慮がちにそう言ったんだけど、いやいや、また行きたい、やっぱり。そうですね、できればまた行ってみたいですね、はい、あ、そうなんだ。私バッター立ってないので、はい、次は。あ、そっか、やっぱ入れ替えがあるので、たくさんいるからね、はい、あー、なるほど、はい、バッター立ってないのに甲子園ボーイってさっきからバッター行く、はい、キャッチャーして、キャッチャーして、あ、そうかそうか、一応そのね、やったからね、はい、今度はでも、あ、そうか、そういう選手たちの OB の皆さん方がたくさんいるんだ。そうですね、そのバッターしか出てないとか逆に、はい、あ、なるほどね、はい、夏井先輩はもう代打、うん、あと一人というところで時間切れ、はい、そうですね、時間に厳しい甲子園そうなんだ、はい、土を踏むことなく、ベンチで最後まで、はい、あっちゃー、そうか、そういう人たちにとってはやっぱりもう一度と、もう一度、もう一度、またたくさんの OB がいますので。なるほど、じゃあ2年後のこの予選も負けられないですね、絶対ね。そうですね、絶対勝ちたいね、はい、また増えてくると思いますので、ね、あ、はい、やそうだね、はい、読谷高校野球もめちゃくちゃいるわけですからね。そうですね、あ、ぜひラジオを聞いてるお知り合いの方ね、あんた野球部じゃなかったのっていう方はね、ぜひ声かけて、また2年後のために体力作りをね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、はい、この、 結果はどうなったんですか、このマスターズ甲子園での。ですね、うん、結果はですね、はい、あれ10-5、おい、甲子園初勝利になります。アクションです、素晴らしい、よかった。なんか今ふと声が詰まり寄ったから負けたのかなと思ったら、うん、感動思い出しですね、ちょっと言葉詰まってしまって、はい、やばいな、いいな、いいな、野球って、10-5、対する学校は、はい、ですね、白石高校と言いまして、うん、白石高校、はい、うん、それもですね、うん、我々が選抜に出た時に対戦した宮城県の代表でありまして、はい、はい、その第64回選抜高校野球大会の時、そうです、夏井さんなんかが行った時、はい、は宮城県の仙台育英と当たったんですよ。だっただった仙台育英だった、はい、その白石高校もそう、はい、そうです、宮城県代表、へえ、はい、偶然なのか必然なのかリベンジです、リベンジ、リベンジ、宮城県、
バーサス宮城、はい、勝ち取った。そうです。勝っちゃいました。20年ぶりに。じゃあな、あれですね、ナチさんとしてはもうやったぜって感じだった。そうですね、勝った時はもう感無量で、あの時の悔しさ、はい、思い出しますね。どこ見てる、どこ見てるの、何も見えないから。い書いてますか、あの時の悔し涙が。かっこいい。悔し涙にこれね、何年前、22年前の悔し涙は22年後の嬉し涙になった。よっよっよっ、夏かっこいい。すごいな、本当に。なるほどね、その宮城県代表であれば白石高校 OB クラブ、はい、ね、そちら対戦して10対5ということで、はい、はい、本当におめでとうございます、はい、ありがとうございます、ね、はい、まあ、でも今回、多くの方が行かれたということなんですけど、はい、もう80名近く応援団も含めて。そうですね、家族も含めてですね、すごいね、はい、第1期生の先輩からですね、うん、1期生の先輩から、はい、ちょっと先輩方ちょっと何名かでも紹介していただきたいんですけど、はい、うん、ですね、今回、顧問、OB会の顧問さんとしてですね、はい、花城浩二郎さん、花城さん、はい、OB会最年長であります、はい、野球部をですね、うん、立ち上げる唯一知る一人でありまして、一期生なのじゃ。そうです、82歳。82歳、はい、すごいね、はい、行ったんだ一緒に。そうです、で試合も出ました、はい、試合も出た、はい、年齢に関係ないので、そうか、35歳以上だったらいいということだったからね、はい、うん、ピッチャーをやられてですね、1球ではあるんですけれども、うん、1球投げてユニオン着て。そうです、はい、写真もあります、はい、マジっすか、すごいね、はい、もう感無量でしょうね。ですね、もう なんておっしゃってました、花城さん。もうずっとですね、うん、もうありがとうという言葉だけですね。本当、はい、素晴らしい、はい、そうですか。甲子園でも取材をね、はい、もう受けてた、はい、もうそうでしょうね、事務局側からの方もですね、とても喜んでですね、うん、はい、この大先輩が来てくれる、これが本当のマスターズだということで、このマスターズ甲子園事務局側からも、はい、そうですね、へ、大きな赤の海を渡って、はい、はー ね、すごいね、なるほど。それ以外には、はい、主だったメンバーちょっとご紹介いただきたいと思いますけど、はい、OB 会長で今あります、うん、はい、田崎明さん、はい、25期生ですね。25期生、はい、同級生に花城克夫さん、はい、加手野高校のなんか PT 会長とかされてた方ですね、はい、そうです、はい、うん、正野葉さん、はいはい、女そうなんですけれども、はい、野葉さんもですね、3名同級生で、OB 会の副会長2人ですね、はいはい、やって、また孫役場の大城智樹さん、うん、うん、はい、はい、トムギさんもですね、先輩、今回ですね、マジ行ってます、はい、あ、そうなの、トムギさんもなの、はい、ぜひ試合に出したかったんですけど、うん、本人がちょっと、はい、仕事、ね、筋肉痛なので仕事に支障が出たらということで、はい、三塁コーチャーでぐるぐる腕を回してもらってですね、はい、素晴らしい。そうなんですか。でもこうやって本当に本当に例えば野球部 OB といっても、うん、その卒業したてだったら、はい、なんとなくその野球甲子園とかいうものに対してヒットするかもしれないけど、うん、はい、もう何十年も経ってから改めて甲子園っていう話になってくると、どうなんだろう、こう湧き上がってくるのがあるんだろうね、やっぱり。そうですね、やっぱりこの時まあ40になってですね、また若い時の、うん、気持ちとですねちょっと子育てやって落ち着いて、はい、もう一度夢をっていうですね、この思いは、はい、素晴らしい。こんな素晴らしい大会があるとは本当にね、はい、思いもよらないんじゃないかと思いますけどもね。さあ、このお話はですね、一旦コマーシャル挟みまして、まだまだ続きます。82歳、素晴らしいですね。
はい、お送りしておりますインターンジャーデマンですよ。今日は、第10回マスターズ甲子園2013に出場しましたユニタン高校野球部 OB の皆さん方をお招きしてお話を伺っております。はい、先輩の夏根智也先輩は今頃病院じゃないかなと思いますけど、はいはい、残念ながら応援でラジオを聞いてから、駆けつけてきてくれました。島黒なじさんもね入っておりますが、一緒にお子さんも今日来ておりましてね、はい、子供たちもね3名入ってるんですけど、はい、もう子供たちも野球やってるのかな。そうですね、うん、お兄ちゃんは中学校読谷ボーイズで、あ本当、はい、下は、少年野球です。あそうなんだ、はい、ユダエルベス、はい、キラキングと、あ、はい、なるほどね、いいかもしれない。甲子園お父さんが甲子園行ったのみんな知ってる？知ってる？ああかっこいいよね。高校生の時の写真見た？見てない？見たことあります。見たことある？ちょっとちょっ緊張してる感じですけどね、声に出ないって感じですけど、はい、子供たちもね応援に駆けつけてきていただきました、ありがとうございます。はい、さあ、それでは先ほどちょっとね82歳のね、花城さん含め多くの先輩方も一緒に、足を運んでこう出場したということなんですけども、それ以外にもなんか今回その資料があって、はい、このマスターズ甲子園2013という冊子が、これはもう結果のも入ってるのかな。いや結果は入ってません。当時当日の、はい、ガイドブックで、ガイドブックで、はいはいはい、そこに紹介されてる面々だけをちょっとご紹介しておきたいですね。はい、プレイヤーズ PR っていうのがありますけど、それをちょっと、うん、じゃあお願いしましょう。はい、ですね、うん、金城義弘さん、義弘さん、金城先輩、はい、はい、今回、うん、残念ながら、はい、仕事の方でですね、うん、ドタンギャンなってしまったんですけど、吉弘、うん、先輩もですね、はい、ずっと練習から力を入れて頑張っていたんですけれども、うん、でもこのお兄さん、うん、吉内さん、はいはいはい、吉内さんはですね、うん、甲子園でもプレーしてですね、うん、活躍しております、うん、でタクシー安彦さん、はい、タクシーさん兄弟といって、うん、一時代を築いたですね、そうですよね、なんかの、はい、左バッターそうです、うん、はい、の次男なんですけれども、うん、お兄さんも OB でいまして、はい、で今息子さんも現役でですね、はい、読谷高校の、うん、あそうですか、はい、部員として頑張って、夢は家族揃ってマスターズ甲子園出場、うん、マスターズマスターズ、はい、ということでですね、かっこいい、頑張っております。すごいな、家族伝統的な夢だね。そうですね、ね、そうですか、素晴らしい、はい、さっき俺から、ね、何回も出ていた中曽根智也さん、智也さんも残念ながら、はい、残念ながら、はい、仕事の都合上ドタンバですキャンセルです、ね、まさか、はい、でも本当ね、はい、智也さんはですね、うん、本当に、本人では言わないんですけれども、うんうん、長崎の方で監督を務めてですね、うん、WBC に出る、うん、プロ野球ですね、はいはい、選手もですね育てております、うん、そうなんですか、はい、密かに彼はすごいです。すごいね、はい、中心でもあります。そうですね、うん、まあ、そうですよね、はい、はい、ちょっといいね、面倒見のある先輩だからね、はい、本当に新ジャパンは疲れるけどね、いえいえ、はい、右向き右いえいえではないさじゃんはいですでさあと一人だけぜひ紹介したい、うん、人がですね、はいはい、伝説の男遠山亮投手、投手、はい、はい、セナ出身、はい、うんうん、彼はどんな、読谷高校の当時ですね、うん、甲子園に行ったんですけれども、うん、あ、夏さんの時、はい、はいはいはい、一つ下でずっと2番手のピッチャーで、うん、活躍していてですね、うん、甲子園でもですね、うん、投げる予定だったんですよ当時。あ、そうなんだ、はい、11点、はい、18点も取られてますので、しかしですね、うん、彼は初回からずっとブルペンで投球練習をしていたら、はい、そのまま試合終了になってしまって、伝説の男です、はい、ブルペンで250キロ投げた男関東です、遠山亮関東、はい、ブルペン関東、はい、語り継がれてますけど、はい、マジですか。彼も今回はある意味リベンジということで、はい、甲子園のマウンドに立っております。すごいな、はい、ブルペンで250キロ、はい、すごいね、これありえないね、非公式で記録にね、非公式記録が残ってるという非公式記録、はいはい、面白いね、こういうなんか記録とかなんかこういう逸話っていうのはまだまだあるでしょうね、はい、探せばね、はい、たくさんありますね、なるほどね、はい、
遠山亮君、はい、44期生、はい、あ、そうですか。いや、こういう方々、ね、もうそれ以外にもたくさんの方々がね、この、バスターズ甲子園、ね、本当に楽しみだったんじゃないかなと思いますけれども、でも本当にお名前はご紹介できなかったんですけども、それ以外にも本当に多くの、ね、方々が、会場の方に、いわゆる甲子園球場の方に、足を運んで、甲子園球場を土を踏んだと、はい、皆さん楽しかったですよね。もう祝勝会も盛り上がったんじゃないですか。じゃあそうですね、うん、はい、向こうでは、はい、また勝ってもおりますし、ね、はい、勝利の美酒というのをですね、はい、味わいました。良かったですね、はい、まあ、これは現役高校生ができないことですからね、勝利の美酒というのは、はい、ね、ね、はい、このプロ野球で見るああいう感覚と、本当に、学生時代に謳歌した野球というね、その魂を本当に開かしたという感じで、はい、ご紹介をしていただいたわけなんですけども、さあ2年後ということで、うん、この意気込みもあるわけなんですが、はい、また今年、年を明けてもうあと何日かだと思いますが、野球 OB 会の中集まりもあるんですよね、はい、うん、毎年恒例の、1月3日に毎年やってますので、うん、今回も、明けてですね、1月3日に開催します、はい、今回弓谷高校グラウンドは改築工事が入っているんですけども、はいはいはい、その中で、また集まってやろうということでなってますので、うんうん、はい、1月3日の日、1月3日、35歳以下が9時集合ですね、うん、で35歳以上が12時集合ちょっとなんか パワーを感じるんですけどねやっぱり35歳っていう分岐点なんだ。なんかのこれはこのマスターズで、ね、マスターズで、なるほど、そうか、なるほど。でまた1時からは、うん、はい、そうですね、うん、今回マスターズ甲子園に出場にあたってですね、はいはい、先ほども言いましたけれども、うん、地域の子どもたちに、うん、ボールを寄贈するということで、はいはいはい、1時からですね、うん、セレモニーをしようと、はい、あ、本当ですか、はい、3日の日、はい、なるほど、はいはい、これも読谷高校のグランドで、グランド、そうですね、うん、はい、なるほど、文書の方で知らせようかと思ったんですけども、はい、ちょっと時間がなくて、うん、もう電話連絡して、なるほどね、はい、各地の代表さん、ぜひ一時に、そうですね、グランドの方にお願いします、はい、ラジオ聞いてる方も野球部 OB の方ね、うん、ね、ぜひ、ね、去年行ってないさという方は今年からでもいいですけど、ぜひね、はいはい、足を運んでいただきたいと思いますね、はい、で今回が幹事が30歳支部が幹事なので、うん、サッカー制限、うん、フルゲンモータースの、うんうん、サッカー制限、上地瑠唯、うん、長浜保つ、彼は女村ですね、うん、内くんは義馬の出身なんです、うん、が中心でやっていきますので、はい、なるほど、まあ、ぜひぜひ皆さん俺はと言わずちょっとね、あの変な先輩とか同級生とか変わってますよね、雰囲気もね、そうですね、とても入りやすくなってると思いますので、うん、なるほどね、ぜひ、はい、来ていただきたいと思います、よろしくお願いします、はい、さあ、送りもう時間いっぱいとなりましたが、最後に夏辻さん一言お願いします、はい、短くですけど、はい、うん、すいません、今回マスターズ甲子園にあたって、地域の皆さんの協力誠にありがとうございました、またこれからもですね、子どもたちのためにご指導できたらと思っております。アンジュラありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひともね、これからまた弓谷高校野球部 OB 会も、皆さんね、よろしくお願いしたいと思います。さあ、一件メール来ております、ギリギリ、中瀬さん誕生日おめでとうございます。それは置いといて、実は私も甲子園ボーイになりました。智也さん、つとむさん、夏井さんのおかげです。やっぱり甲子園は素晴らしかった。我が弓谷高校や OB チームは念願の甲子園初勝利を成し遂げ、また歴代最高年齢の82歳の大先輩がマウンドに立つなど話題になりました。また行きたいですということで、はい、メールもいただきました、ラジオネームはハンジャンチュのアキラさんからいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということでお送りしてきました、ユンタンジャーデマンです。時間いっぱいここまでということで、本当にマスターズ甲子園出場おめでとうございます、はい、野球部 OB 会の皆さん方、弓谷高校 OB 会の皆さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。